ドラッガー全教えというです、ね、ウィリアム・エイ・コーエンさんの話ですジャック・ウェルチが、ね、GE の経営者として大成功できたのはドラッカーから2つのことを問われたからだというんですね「GE という会社をこれから作るんだとしたら今のような事業をしますか?と」とでもう一つの問いはですね「1つ目の問いに対する答えがノーであった場合どうしますか?」と。 そうしたらそれを聞いてドラッガーウェルチはすごい考えてですね利益は出てるけど期待ほどではない事業を整理していくんですねそして市場で1位か2位になれないものであればその事業を売却するか整理するというのがウェルチの打ち出した基本方針だったわけですでティー・アト・フォードはですね20世紀に最も影響のなった車で20年間すっごい売上げがあったわけですねしかしですね全くそのモデルチェンジをしなかったと。 ででそれは対してデジナネラル・モーターズはさまざまなデ,デザインとオプションで対抗したとそうしてその時にです、ね、ヘンリー・フォードは一言 T 型フォードのデザインは最初から正しいだから変更しないんだと嘘吹いたんですねでも結局です、ね、T 型フォードは姿を消してしまって、まあ、それをしなかったがためにです、ね、フォードは40年間もゼネラル・モーターズの後陣を廃することになってしまった。 まあ何であれ今していることを捨てられるよう準備してこなきゃならないし同時に新しいものを全力で生み出せるよう準備しておくということが必要だよとで、まあ、ドラッカーはなぜコンサルトして成功できたんですかと聞かれた時にです、ねえー、私はその業界の知識なんか何も知らないよと、まあ、知ってるんでしょうけどもね、えー、でもそれを使わないとで知識も体験も使わないと私の武器は無知だと何も知らないとまっさらな気持ちで当たるんだと。 えー、そうするとその一番それがいい大事な要素になってくると、えー、過去の経験からです、ね、知ってると思ってることをベースにするとですね、えー、知ってるっていうことはあが間違ってるもんだからねということを言ったわけですねで、まあ、昔から商店街や地方を活性させるのは者、ね、よそ者、若,者若,者若者だて言われてますこれはですね全く違う視点でそしてリスクを恐れずに行動するということですよね。 えーまあ、このこれにまあ当てはんまらない人ももちろんいますけれども、えー、そういうことですですからまあこの無知というのと全く同じでですね、えーまあ、そういう視点でやるということは大事だとでパナソニックの創業者松田幸之助さんはそれを素直な心だと言ったんですね、えーまあ、その「素直な心」というのはです、ね、ありのままに見るそして物事をありのままに見ることによってですね、えー、いろんなちゃんとした判断ができると。でまたえー ドラッカーを無知を武器にするというのは素直な心と,うと全く同じだと思います。ですからその素直な心で無知ということを生かしていくというのは大事だろうなというふうに思います。じゃあ今日これです